Hello， 大家好，我是人去戏玩刀剑神域无限的瞬间了。然后上一次呢，我们就玩到这个要回自己的房间，白天的时候独自一个人回房。好的，房间就在我后面。杰伊和阿斯娜在一起。嗨，今度パパとママと私の三人でどこかピクニックに行ったりしたいねって話をしてました。下の階層に降りることができないのがネックなのよね。ポップするモンスターが強いとピクニックどころじゃないから。いくつか良さそうな場所に心当たりはあるので、最新の情報と合わせてもう少し検討してみます。攻略过程中倒也是发现了不少风景绝佳的地方，但全部都很危险。あ、それなら温泉とかどう？確か84層に温泉があるって聞いたんだけど、露天風呂でなかなか広くて気持ちいいって話だけど、その地形データでしたら私が記憶している情報にも確かにあります。お湯の温度もお風呂として使用するのにちょうどいい設定になっているようです。ゆいちゃんがそう言うってことは、行ってみたはいいものの温泉がなくて空振りなんてことはないみたいね。光是泡温泉的话，就不是郊游的感觉了吧？それなら日帰り温泉旅行って感じでいいんじゃない？再怎么说也不会有旅店吧？说起来，这个世界的温泉会是怎样的？杰伊，你知道那个温泉有什么功效之类的吗？効能ですか？ヒットポイント回復とかのボーナスがあるかってことですよね？とりあえずそういうのは特にないみたいです。就是说，只是单纯的会感到很舒服而已嘛。算了，也许那样更好些吧。要是真的有什么特殊功效的话，恐怕人就多得跟饺子一样。接下来还要有什么问题的话，就是那个地方危险程度如何呢？どのくらいの人がそこを訪れているかはわからないですけど。ただ安全性については温泉のあるあたりはちょうど安全地帯に指定されています。担任地图设定的家伙还真是个明白人。据说搞不好就是毛长本人。とりあえず決まりっていいのよね。当然了，好好享受亲子什么亲子无间的温泉之旅。それじゃ早速準備をしてくるね。え？ん？温泉に行く準備をしてくるんだけど、何か問題があった？那是你不是打算现在就去吗？え？違ったの？私も今から行くのかと思っていました。好吧，那么全年一句话的说做好去温泉的准备。啊！哇，温泉楽しみです。哦，温泉好浓厚的水汽。まさか SAO の中で温泉が楽しめるなんて思いもしなかったな。どうやら私たち以外には誰もいないようですね。爆惨了，看来没玩个痛快。当然露天風呂になるわけだけど、湯船って自分で作ったりするのかな？いえ、ここは岩場なので自分で穴を掘ったりはしないみたいです。ママの右側あたりにちょうどいいくぼみがあるようですね。お湯の温度もお風呂ぐらいになってます。あ、これね。なかなか広いじゃない。容下十人似乎也绰绰有余。でもこれキリト君も一緒に入るしかないってこと？没有其他可以泡的地方的话，那就轮流进去吧。爸爸和妈妈も一緒に入ればいいじゃないですか。那就是你这么说，还是轮流去吧。ニゴリ湯だから温泉の中に入っちゃえばお互いよく見えないんじゃない？没问题吗？いいも悪いも家族なんだから別に恥ずかしがる必要もないでしょ。はーい、みんなでお風呂ですね。
其他是那同学的大爷啊。啊，私たちがお風呂の中に入るまで、キリト君はこっち見ちゃダメよ。是是是。パパとママと一緒にお風呂、楽しいです。あ、これだけ広いと泳げちゃいますよ。こら！もう女の子なのにはしたない。反正周围又没有别人，在这里就是随他去吧。其实要是有个人宽阔些点的话，连我也想游着玩。もうね。実は私もちょっと泳いでみたかったりした。可以哦，你也游吧，我不介意的。やりません。あ、すぐ端っこに着いちゃいました。既然要游泳的话，还是去宽敞些的地方才有意思，比如湖之类的。要是找到适合地方，下次大家继续游泳吧。本当ですか？やった！ほら、ゆいちゃん、裸なんだから飛び上がったりしちゃダメでしょ？キリト君、見た？え？没有没有，刚才光顾着看风景，其他都没看到。哦，多美的风景！まあ、そういうことにしておきましょうか。わあ、温泉ってすっごい気持ちいいです。本当、来てよかったね。话说，有没有觉得皮肤比原来的更光滑？キリト君もそう思う？温泉の効能なのかな。そのあたりのデータはちょっと見当たりませんね。就当做是温泉的功效吧，这样有泡过那个时间。あ、そうだ。パパ、ママ、いらない布ってありませんか？布料说起来确实有说出过一些。集めるとレア装備になったりするのかと思ったけど、そういうのもなさそうね。正好现在身上有，就给你吧。これだけあれば十分そうです。ありがとうございます、パパ。不过你要这些东西干什么呢？パパたちには内緒です。そうなの？ごめんなさい。いつかちゃんと説明します。好吧，既然这样的话，那就没办法了。さて、それじゃあそろそろ帰りましょうか。湯冷めしちゃったりすると良くないし。有着凉感冒这种异常状态的设定吗？ないですよ。もう雰囲気よ雰囲気。せっかく温泉気分なんだから、最後まできっちり楽しまないと。不过姐姨用那个布料到底要准备什么？会对于我们保密这一点还挺让人好奇的。像这样的女儿有事瞒啊，有事情瞒着的情况，一定会让殿下当所有当爸爸都有那种寂寞的感觉吧。OK， 搞定，可以，接下来可以去八十四层冒险了。顺便做一下那个荔枝之前的那个武器的那个特殊任务。荔枝通常都在这边，看一下。よし、キリト、キリト。找不到荔枝，先看 email。杰伊，温泉好舒服啊。好吧，荔枝在商店街，在这边。どうかしたの？对，按错。どうかしたの？组队跟你去做那个特殊任务。キリト、行こうよ。拜托你了。よろしく、キリト。Thank you.
キリト。没有空，不要叫我。先去接那个布告板人都，布告板人在哪里？在这边。哟哟，哦，对，我之前有一个那个哥布林人都，哥布林家的呐喊，拿去，我弄好了这个。拿到 Dex 药水跟一些钱，还有经验，有接受新任务。看一下，84升温泉水6个。哦，好的。算蚂蚁84层是蚂蚁身上收集蚂蚁大鳄八个，好的。洞穴是蚁巢，蚂蚁秘密湖也是从那个蚁姬身上拿到的东西来的。还有别的事吗？哥布林的收藏家还第四啊，82层破烂王冠一个。诶，破烂王冠我记得好像有，不知道被我们卖掉了没有。世界完成有吗？哦，我那个王冠没有卖掉啊。破烂的王冠，好的，84层可以出发了。这一次就主要做主线的物料，那种收集啊、打宝之类啊，等下我之后自己再做。那个84层，哦，军师集结之什么鼓啊？看不到。该不会是温泉？睡得很悠闲，神仙休闲的那个享受一下。哎，果然不现实。可是他刚刚才报个危机嘞。好吧，先去找温泉水。温泉水，温泉水在哪？啊，到了。哎，要拿，不能拿的。应该是采集的，没有错的话。啊，看到了，温泉水。应该是在石头附近，这边没有，看不到了。发现道具，五个了。啊，这边一个吧。喂，有剧情。蚁巢，而且还有两个。无论哪一个，似乎也相当于小迷宫。蚁水分是两条路吗？不离大线，我先去找温泉水。这边也有。啊，温泉水够了，太好了。啊，蚂蚁洞有两个的话嘞，在哪里？这边一个，先进这个。被挖掘的岩洞哦，好的。蚂蚁有主动攻击的吗？没有。试一下他们身手。还好吧，也是可以一个技能上升级。好的 ，nice， 穿风出现。わかった。哦，有保险了。金刚石，我的包包满了，那个金刚石太多颗。好的，这边有吗？没东西这边。
很多蚂蚁，可是不要惹它们。它们不是主动攻击的，不用理它。喂，这个主动攻击的，青色的哦，看一下，蓝色的。OK。Nice, Kirito。蚂蚁大二拿了一个，不理它，这次走先。啊，就是这边剧情，想过嘞也不能过的，就不好的感觉，越跑越远这样。哦，这边一个大红印，而且全部都是主动攻击的蚂蚁，开打，有一只特别大只的。来 ，OK， 第一次攻击。スイッチ行くぞ。了解。OK， 第二次也搞不定。Nice。哦，没有技能。这个。所以打完这个蚂蚁，它的封印是会开的。蚂蚁就是封印，所以打完蚂蚁就是开的啊。道理很简单 ，OK。所以这边是主线的。诶，好像出口了，我不要出线，我要去做那个令子的那个任务嘞。就在前面，可是怎样走过去呢？对，有史莱姆的，史莱姆也是不会主动攻击贝琳娜啊！就在这边找到了，哦，就是这个，那就是神那个神圣业火。じゃなかったら困る。不是的话就麻烦了。你看上去似乎很累，不要紧吗？疲れてるっていうか。うんざりなの。もう何なのよあのスライム。おかげで全身ベッタベタにされたわよ。しかもこの迷宮の暑さときたら、ともかく早く帰りたいよ。とにかく还是尽快搞定这里吧。那就将神圣业火道具化。抱歉，荔枝有敌人了。再回去之前恐怕还得经历一段半年。またスライム。打史莱姆，史莱姆在这边。哦，来，陨石坠落啊！好像不怎么痛呢。Nice。再来。补一下 SP。好在我的大剑打不怎么痛啊，因为我刚刚练爆的那剑水攻击力还是不会高来。スイッチ行くぞ。ナイス。啊哈，打中了吧？来，我在这边。喂，遮挡不到，走。来。会火山爆发，哇，砍过去啊，耶，打赢了。もうスライムの体液で服とかベトベト。こんな気持ち悪い感触まで再現しなくていいのにな。
也是呢，想真水尽快回去落地府等等。那边是不是能看到有水蒸气一样的东西？幽霊？こんなところで？ってことは、よ、もしかして？温泉じゃない？是的，我试试。何してんのよ？荔枝之水温真适合呢。あのね。周边似乎也没有敌人，那么好，其实来就暂时分头行动吧。え、キリト、ちょっと、あんたまさか温泉に入るつもりじゃないでしょうね。おお、滑过来了。ねえ、あんた本当に入ってんの？当然了，这么黏糊糊的很难受嘞。それは私だってそうよ。だからちょっとと町に戻って。再稍微等一下，实在是服了这个温泉。バカじゃないの？大さんも上がってよ。再不要，这不是不泡进来才是笨蛋。そんなに？一次也竟然是吧，在这块岩石对面的话，就互相不看到，看不到。でもダンジョンで無防備になるなんて危険すぎると思うし。这方面你放心，要是遇到危险的话，我会马上救你的。それはそれで困るんだけど。史莱姆的体液就这样粘在身上，很恶心的吧？再说像这样浑身粘着体液的话，会影响到战斗，然后所以还是尽量泡一下会更好嘞。それはそうだけど。絶対に岩の向こう側に来ないでよ。知道啦，知道啦，很怕人的偷看。大丈夫だよね。本当ならこんなダンジョン内で温泉なんて考えられないけど、全身のベタベタを何とかしたいし、危険があってもキリトがいるし。よし。感觉怎么样？急に話しかけないでよ。びっくりするじゃない。我开着锁笛呢，所以我有方面就不用担心了。私としては、あんたも警戒しなきゃならないからドキドキしてるんでしょうが。不过话说回来，还真是浑身上下到处都沾满了史莱姆的那个体液。嗯，私も全身そうなってる。得仔细的洗掉。全身从头到脚的污垢才行。そうね。体全体よね。体全体ってキリトの近くで裸なんだよね。あんまり意識させるようなこと言わないでよ。でも本当すごく気持ちいい。あれ、なんか今変な感触がお腹のあたりに。リズムだ。これって、あ、どこ触って、え、こんなにつかないで。おい、リズ。是发生什么事了？不要欺负荔枝！发生了什么事？发生了这么久，大叫着尖声！冷静一点，荔枝，不是怪我，是我，不要以为就是我。分かってるわよ。あんただからかけてんのよ。可恶，因为这水汽什么都看不清。よく見えたら困るわよ。とにかく。只要不管怎样，没有危险就好。もう驚かせないでよ。抱歉，但是因为我听到荔枝的尖叫。さとだよ。
よ魚。人の体を突っつき回す変な魚がいただけ。え、这种温度的热水也游到我这边来了，这些是什么鱼啊？据说看起来并不是敌人。わかった。これドクターフィッシュよ。温泉の中に住んでて、人間の皮膚の老廃物を食べてくれるっていうやつね。この世界にもいたんだ。啊，好像在电视上有看过嘞。フィッシュセラピーなんて呼ばれてて、エステみたいな人気のサービスなんだから。啊，还真是种有趣的生物。事実は小説よりもきなり。リアルはゲームよりきなりってね。それにしても、確かにこの温泉すごく気持ちいいけど、私なんかやっぱりここは仮想空間なんだなって思う。差別那么大吗？全然違うから。なんていうか、温泉っていうよりも温水プールに使っているだけって感じ。本物の温泉ならもっとこうお湯の感触そのものが違うっていうか、体が芯から温まるっていうか。だったら今度っていうか現実に戻ったら私が温泉の良さを教えてあげる。好，那我就期待了。ぜひ楽しみにしといてちょうだい。って私今すごいこと言っちゃったんじゃ。今のキリトと二人で温泉とかアスナになって言えば。要是大家有空就好了。みんなって？你想阿斯娜、西里卡还有咱们，因为都是学生，所以时间方面都不成问题。但埃及和克雷伊都是社会人士，所以很难预约出空闲的时间吧。そんなことだろうと思っていましたよ。はいはい、そうね。温泉にはみんなで行きましょうね。お、我刚才是不是说了什么惹你生气的话？別に。まあ、ちょっと安心したというか、なんというか、自分の発言にびっくりというか、のぼせちゃったのかな。それともキリトとこんな状態で少し大胆になっちゃってるのかな。何考えてんの私、完全に伸ばせてるわこれは。是我开始的例子。好，好的，再看看多一下，是因为时间也是差不多了。现在看一下，应该是没什么。这边是拿那个异火不了，好像地之贝尔。说好了一起去文全部吸反悔哦。哦，好的。哪是史莱姆人都，可是也不要打了。好吧，嘿，今天的实况就到这边为止，谢谢大家，拜拜。